演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちらこちら、ハニーズコーヒーで行った日差しをいろいろ買ってきました。ドトールスタバリスグサンリーズでもやりますよこれ。では今回買ってきたのはちょっとひどいのもありますけど、ちょっとこのクッキー柔らかすぎたのかな。こっちはなんともないんだけどね。こっちアーモンドプラリネで、ちなみにアーモンドプラリネでチョコレートチャンク、あとこういううむつまぎ状のちょっと硬いクッキーもありますね。あ、それからレーズンサンド、ブラウン、バウムクーヘン、ワッフ、米麹ワッフル。どれも美味しそうですね。では、まずは、デーツ。奇跡の力を集めたいので、デーツから食べていきたいと思います。こういうのを初めから食べる。まあ、本当は野菜が一番いいんでしょうけど。もっと、なんか思ってたのと違うなぁ。もうちょっと大きいのが来るのかなと思ったら、こういうちっちゃいのでした。みんなで分け合うこともできそうですね。では、いただきまーす。今日はちょっと長めに時間取りますね。短い方がいい？どっちにしようかな。で、なの？レース&カカオのブラウニーは、ブラウニーとして考えるとちょっと小さくて食感が物足りなかったかなというような印象があったのがちょっと残念でしたね。ですがチョコレートは濃厚でデーツの酸味もあり、さっぱりとしていただくことができますし、小さな量は逆に手軽につまむことができるということで、まあ、そういう面ではいいかもしれませんね。そしてなんと残念なおやつ、またチョコレートジャンクスキープラリネはしっとりしている中でもアーモンドの香ばしさと甘さが口の中でシュワッと広がってきて、でもう一度そして、もう一つのキャンディーティーであるこちらのチョコレート。こちらは、やはりカントリーマームなどと同じしっとり系のクッキーなんですが、ほとんど甘さがなく、チョコレートの苦味が前提に入れた大人向けのクッキーですね。あまり甘すぎないクッキーが好きという方にはおすすめです。で自分も美味しかったですよ。そして、こちらの最後の今のところ最後に食べたサクサクのチョコクッキーは、良くも悪くもシンプルなチョコ味とバニラ味のクッキーといった感じでしたね。いや、ミルク味かな。他のチョコチャンククッキーを食べた後に食べてしまうと、ちょっと個性がないかなと思えてしまったのが残念でした。まあ、美味しいんですけどね。では、続きましては、こちらのレーズンサンドを食べてみたいと思います。レーズンサンドでもなんか小さいイメージなんだけど、これ結構大きいですね。中身はこんな感じですね。ではいただきます。3秒と10秒どちらがいいですか？ごちそうさまでした。こちらのレーズンサンドは先ほどのチョコレートクッキーとズッキーと同様に甘さ控えめで、ラム酒が効いた大人の味わいのレーズンサンドです。甘ったるさがなく、レーズンの甘酸っぱさを存分に感じることができましたので、甘ったるくないラムレーズンが好きな方にはおすすめですね。で、そして、こちらのバウムクーヘンは生地がしっとりしていて、口の中で程よく溶けていくのですが、他の個性派揃いのが、思うと比べるとどうしても見劣りしてしまう部分がね、それは残念です。はい。美食クッキーと同じですね。個性が光ると弱いのかな、標準は。そして最後のこの米麹ワッフルクッキー。こちらは表面がサクッとしているんですが、クッキーの要素もやっぱり強いかな。ワッフルとはちょっと強い気がしましたね。でも、表面がサクサクのワッフルなので、自分の好みで美味しかったです。ね、はい、食べましたね。
で、今回食べたのはこちら7品なんですが、いつも通り最後にお気に入りを3つあげたいと思います。今回のお気に入りは、3位と同率1位で2つ選びたいと。そして、まず第3位は、ラムレーズンサンドで、こちらの点数を取っていただきます。あのラムレーズンがしっかり生きているというのは本当に良かったですね。お茶受けにも本当に良さそうです。そして第1位は、2種類のチャンククッキーですね。どちらも口の中でホロホロととろけていって、アーモンドの方は香ばしさと甘さ、チョコレートの方は苦味がしっかり口の中で広がって、とても美味しかったです。甘いクッキーとはまた違った魅力がありましたので、こちらの点数を取っていただきます。これだけでもっと、これぐらい大きいのを食べてみたいですね。でも、それだとさすがに腹いっぱいになるか。はい、では、短い親、少年心をかき乱す。短い夜に少年の心は乱れているのでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。